東京ガールズは2010年に結成されたプロフェッショナルチアーチーム。プロデューサーは元新潟アルビレックスチアリーダーズチームディレクターであり、日本人で初の元 NBA、NFL チアリーダーやギシ陽子ゼネラルマネージャーはミスユニバースジャパン2004ファイナリストクリタ・アズミ。元々外資系会社エボエンターテイメントが運営していた。 BJ リーグ所属プロバスケットボールチーム、東京アパッチの専属ダンサーズとして、アメリカ人中心の編成で2010の2011シーズンに誕生。2011年3月に東日本大震災が発生した後、東京アパッチが活動を休止したのに伴い、東京ガールズも一旦解散したが、翌月改めてオーディションを行い再結成した。 8月の女子バレーワールドグランプリ2011で再デビューして活動を継続している。結成初年度にクリスティン・エグサがチームディレクターとして指導して以来 NBA スタイルのパフォーマンスを基軸にしている。東京ガールズメンバーからアメリカ NFL や NBA チアの合格者も輩出している。ありがとうございます。